地方隊の配置地方隊とは、海上自衛隊に属する防衛大臣直轄の部隊であり、主として担当の警備区域の防衛、警備及び自衛艦隊等の広報支援に当たっている部隊である、帝国海軍の陳述府に相当する、の5つが置かれている。日本の領海を5つ程度の海軍区に区分して、各々に海軍の拠点を置く考えは1886年制定の、 海軍条例に橋を発している。同条例では、現在の地方総幹部と同じ位置に、陳述が置かれるものとされていた。地方隊所属の護衛隊は、護衛艦隊令下に、地域配備型の直轄護衛隊として編入。地方隊令下にあった大村、小松島、大港各航空隊は廃止され、大村航空隊は、航空集団令下の第22航空軍。 第22航空隊と統合、小松島航空隊は、第22航空軍、第24航空隊に、大港航空隊は、第21航空軍、第25航空隊に改編された。護衛艦隊司令官と航空集団司令官が、ホースプロバイダーとして、平時の連動管理を一元的に行い、人任務への対応にあたっては、地方総監がホースユーザーとして、 高連度にある官邸等の提供を受け、事態対象を行うことになった。海上自衛隊の人的、物的基礎として、地方隊は内陸圏を含めて、国内のすべての陸上及び領海を分担している。巡回以下の海上自衛官の任免は、地方総監が行うものとされている。そのこともあり、自衛官候補生家庭及び練習員家庭、海装候補生家庭、 改装予定者家庭は各地方隊に置かれている教育隊が担当している。また自衛官その他の船舶は必ずいずれかの地方総監部にある基地を定傾向としている。自衛官に形容される自衛官機は当該自衛官が除籍される日または支援船に区分変更される際に返納されるが、これは当該自衛官在籍地の地方総監が受領し返納された。 自衛官機は、席を有していた地方総監が、記念自衛官機として、保存に当たる。このように地方隊は、単に沿岸区域の警備を担うのみならず、海上自衛隊の人的、物的基礎となっている組織である。また、地方隊の組織ではないが、海上幕僚長の指揮監督を受ける自衛隊病院も、また、各地方総監部所在地に置かれている。 沿岸警備機動運用が行われる自衛艦隊と異なり、沿岸警備に従事するのは主に旧型の汎用護衛艦及び、ブクマ型などの小型の護衛艦や高速航行可能なミサイル艇が中心となる。なお、護衛艦は護衛艦隊に所属しており、地方隊の例下に配備されている艦艇は、ミサイル艇や総海艇等の小型艦艇のみである。 海上自衛隊の地方隊は独立した沿岸警備組織がなかった戦前に沿岸警備を行っていた海軍陳述府の伝統を受け継いだ組織である一方、海上保安庁は戦後にアメリカ沿岸警備隊をモデルに誕生した組織であり、創立時からそれぞれの職域が大きく重複していた。近年、不審船事件の発生などを受けて海上保安庁の体制が拡充しており、 地方隊と海上保安庁との海上警備任務の線引きが曖昧になってきている。能登半島沖付新船事件では自衛艦隊霊下の護衛艦隊第三護衛隊軍所属の護衛艦や舞鶴地方隊所属の護衛艦が海上保安庁の巡視船とともに出動した。この事件に出動した護衛艦は高速の工作船相手の追跡に向いていなかったため現在は はやぶさ型ミサイル艇が配備されている。地方隊の長は地方総監である。地方総監は防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊のタイムを統括し、また地方総監部の事務を勝利する。地方総監は護衛艦隊司令官や航空集団司令官などのホースプロバイダーから提供された護衛艦や回転翼機をホースユーザーとして運用する。 地方総監は解消をもって当てられており、海上幕僚長、自衛艦隊司令官などとともに、人事に内閣承認を要するものである。横須賀地方総監及び、佐世保地方総監は、自衛艦隊司令官と並ぶ指定職代5号であり、海上幕僚長に移動することも多い。増収所と補給所を統合し、増収補給所に改編。水雷整備所と誘導弾整備所が統合され、 弾薬整備補給所に改編。木更津航空補給所、鹿野や、八戸、下宇佐航空工作所を廃止。総幹部の技術管理官と補給管理官を廃止し、技術補給管理官を設置。ミサイル艇総海艇輸送艇多用と、支援艦護衛艦ミサイル艇輸送艦。ありがとうございます。